ブロードバンドインターネット接続。ブロードバンドインターネット接続。ブロードバンドインターネット接続とは、大容量通信ができるインターネット接続サービスを指す。2015年1月から、米国連邦通信委員会、FCC が、下り 25Mbps、上り 3Mbps をブロードバンドとしている。2010年には、折り 4Mbps。 上り 1Mbps をブロードバンドとしていた。2015年第1市販機、ユニーク IP アドレスの4.6%が、少なくとも 25Mbps の平均接続速度で赤米に接続し、全市販機に対して12%増となった。比較的低容量なダイヤルアップ接続や一部の PHS などをナローバンドと称しているが、これに比較して、 大容量な場合に、ブロードバンドと称されることが多い。1980年代の高速回線は、回線料金や、接続料金が高価、月額数十万円以上な、通信速度 512kbps から 1.5Mbps 程度、特殊なケースで 6Mbps から数十 Mbps デジタル回線、光ファイバーであっため、大企業やコンピューター関連企業、 さらには、先進的な大学、研究機関が利用するものであった。それ以外の法人、団体や、個人などは、時間重量性のアナログ電話回線モデムや、ISDN による、低帯域、通常 Kbps128Kbps、程度ダイヤルアップ接続サービスを利用していた。1990年代、ツイストペアケーブル通信線路で、 音声信号より高周波数を使用する交帯域の DSL ケーブルテレビの同軸ケーブルを用いた独視が開発された。2000年代には光ファイバーを直接、間接にユーザーコタまで引き込む FTTH、FTTX も付設を開始した。これら手頃な価格の大容量インターネット接続サービスをそれぞれの通信事業者などがブロードバンド回線と呼んで 一般消費者、小規模事業所向けに激しく売り込んだのが、ブロードバンドという用語が広まったゆえんである。わかりやすく、単に高速回線と呼ぶ場合もあったと思われるが、結果的には、ブロードバンドという、比較的専門的色彩の強い用語が広く普及し、ブロードバンドによるインターネット接続は、当初から定額制で提供され、通信料金や時間帯を意識せずに利用できるため、 普及とともに、インターネットの利用形態に大きな変化をもたらした。また、常時接続であることを生かした、IP 電話、インターネット電話、大容量のデータを短時間に送受信可能になったことによる、クラウドコンピューティングインターネット接続経由で、ストレージにクセスするソップ、オフサイトデータストレージ、ブロードバンドビデオオンデマンド IP 放送、IP テレビなどの動画放送など、 新しいサービスが可能となった。無線によるブロードバンド回線、無線ラン、第三世代携帯電話、コード化 PHS、WOM、無線アクセスなども研究、開発され、一部はサービス開始されている。無線によるブロードバンド回線は、モバイルブロードバンド、モバイルブロードバンドと呼ばれ、有線によるブロードバンド回線は、ホームブロードバンド、 フォームブロードバンドと呼ばれ、その対語として用いられるようになった。サービスエリア拡大によるブロードバンド回線の地域格差解消が問題となっている。高回線において、通信傾向、ファイバー、光通信と放送傾向、ファイバー、光放送との統合、多重化、高波長多重通信も行われている。技術開発とともに、法制度、各種制度も、 各国で整えられている。バックボーンの回線容量やインターネットエクスチェンジの交換能力、プロバイダー、ISP のサーバの処理能力や回線容量がボトルネックとなっているため、通信規格最高速度を宣伝していても実際の通信速度が低い場合がある。世界のブロードバンド契約者数の OECD 加盟国の2015年6月の データから人口100人に占めるブロードバンド契約者の割合の多い順に示す。日本の総務省による統計では FTTH-XDSL-CATV モデムの方式のインターネット接続をブロードバンドインターネット接続としている。よって実行が 50kbps という低速な ADSL の接続であってもブロードバンドインターネット接続として集計されている。 SD 解像度の動画が無理なく再生できる下り 1Mbps 以上の通信帯域、スープットが呼ばれることが多いが、明確な線引きはない。なお、FTTH の普及に伴い、FTTH 及び通信速度下り 30Mbps 以上の CATV インターネットを固定系超高速ブロードバンドサービスとて、統計上区別している。 2015年第1四半期の日本の平均接続速度は 15.2Mbps であった。総務省を中心にさらなる設備競争とサービス競争の促進を行いたいとしているが、これ以上進展する可能性は低い。それに伴って価格競争も低調となっている。1999年から2000年に都市部で、 ADSLCATVFTTH などの一般個人向けサービスが開始され、徐々に普及し始めた。それまでは専用線以外で常時接続が可能で、廉価なインターネット接続手段は、夜間の限られた時間のみ定額となる NTT、加入電話回線のダイヤルアップ接続によるテレ放題を用いた手段しか存在しなかった。1999年10月に、 東在 NTT は ISDN 回線で定額料金を支払えば定額料金以上の上限額までの通話料金まで利用可能な純定額料金制である iPlan を2000年6月に ISDN 回線による完全定額制の IP 接続サービスフレッツ i s d n を全国規模で展開を開始するに至った2001年国が いいジャパン計画を策定し、ネットワークの構築に国の補助が出始めたのに伴い、それまで足踏み状態だった地方部への展開にも弾みがつき始めたが、道府県庁から遠い石及び町、村、離島に至っては、現在もなお FTTH どころか ADSL すらも提供していない地域が多い。一部の地方自治体では、自治体によるケーブルテレビ、CATV の整備、 ブロードバンドが普及し、過疎地においてもある程度は利用可能となっている。CATV の整備においては、HFC、FTTL を構成する、機関線、光ファイバー、引き込み線、加入金などに、国、自治体から補助が出ることが多く、都道府県においては、国道、県道に、光ファイバーが張り巡らされ、後半に渡り FTTH、 FTTX 及び CATV、HFC、独自が普及している、地方自治体も出始めている。一方で、自治体によっては対応の遅れなど差がついており、過疎地域や島地の周辺地域では、整備が全くなされない地域も多く、情報格差が生じている。2015年12月末、FTTH の契約数は2、758万。 前年同期比プラス4.7%である。1999年8月より、当時の CATV と同程度の通信速度で、ラストワンマイルを無線通信としたスピードネットが商用化。LTE や、w、i m a x などの無線高速モバイルデータ通信定額制が普及したことで、移動系データ通信専用サービスは1、947万。 2015年3月末現在にもなっている。ただし、FTTH と同じく地域的な格差が存在する。ADSL 回線では通信できなかったり、低速な通信しかできなかったりする過疎地や市街地の周辺地域では無線系のインターネット接続サービスが提供されていなかったり、サービスが提供されていても接続速度が低速であることがある。 1999年前後より CATV による CATV インターネットがインフラの整ったつぼねから普及し始める。放送周波数帯とは別の 770MHz 帯を活用、機関に光通信を用いた FTTN-HFC ハイブリッドファイバーコアクシャル独自スイッこの頃の一般的な下り、プロバイダ加入者実行帯域は 数百キロ BPS から1ガ b p s 程度であった。FTTN 独自数2.0による1 0 0ガ b p s を提供するサービスが郊外でも普及展開し始めている。海外では1ガ b p s を提供するものもある。DSL の契約件数は2006年4から6月期に減少に転じ、四半期ごとに約5%のペースで減少しており、 2008年3月末に光回線利用世帯が ADSL 回線利用世帯を初めて超過し、かつて1500万件以上いた利用者は再生時の16%程度の241万件、2017年6月末現在にまで減少している。施設の老朽化と採算性の悪化により、電話局単位で ADSL サービスを終了する。 回線事業者も現れている。なお、NTT は2023年1月31日をもってフレッツ港提供エリアにおいてフレッツ ADSL をサービス提供を終了する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。